見えているもの。ということで、やっていきたいと思います。うん、はい、こちらはですね、えっ、ー、と、内容としましては、男は平凡な人間だ。今日も仕事をして家に帰る。ということで、今回は二つの目を見せましょう。ということで、なんか、なんて言うんですかね。まあ、たなんか、うん、なんかしか言ってねえな、俺。<laughs> このレビューの感じだと、なんか、一周目はなんかあんまりわかんないけど、なんか二周目になったらよくわかるみたいなね、作品。実に興味深い作品というところで、まあちょっとこれをですね、まあ2週、二周、 まあちょっと理解できるまでやりたいんですけど、まあ、ちょっと理解できるまでやりたいと思います。<laughs> 今日ちょっとね、ごめんなさい。日本語がなんかおかしいんで、僕の、僕のですねあの、ゲームは全く関係ないですけど、僕の日本語がおかしいんで、もうちょっと、僕の日本語もうまく解釈していただけたらなと思います。始めます。お,お俺は20代のごくごく平凡な若者だ。おぉ、奇遇ですね。私も20代のごくごく平凡な若者でございます。はい。若者じゃないね、もう。じじいだわ。はい。 少し普通と違う点といえば都会の暮らしに嫌気がさして田舎に来ていることぐらいか。えでも普通ではないって普通でもね都会の暮らしにえっと <laughs> 都会の暮らしに嫌気がさして田舎に来る人って結構なんかいそうな気もするけれどもなんかその別に普通っていうくくりだけどどうなんですかね。田舎は素晴らしい人と人との実距離は遠いに、ね、精神的距離は近いあーやっぱ近所付き合い。 というかやっぱこう田んぼとかなんねこのね、物理的な距離は遠いけど、まあそれでもやっぱ人が少ないとかで、そういう精神的な距離が近いとかなんですかね。都会の人と同じ距離が近いのに、精神的距離が遠いのとは正反対だ。あー確かにそうですね。確かにそれを言われてみれば、そうですね。審理ですね、これ。<laughs> 近いほど遠い、まさに対極に当たるやつですね、これは。 俺の仕事は、いわゆる農業ってやつ。ああ、農業でねこう、自給自足をやる。なんか憧れる人多いですよね、農業。僕はちょっとね、あの、植物じゃね、野菜とか多分育てる系がね、苦手っていうか、継続系が苦手なんで、多分野菜途中で死んじゃうんですよね。畑仕事ってやつだ。一人でやっているため、お金はあんまりない。ああ、あんまり儲けとかもやっぱ、あれなのかな厳しいのかな 程度毎日やることはほぼ同じだし、だいたい流れ作業みたいなもんで慣れたら平気だ。ああ、流れ作業とかが結構得意な人とかもいますもんね。僕なんかずっと同じ作業とかっていうのがちょっと苦手って方、すごい失礼なんですけど、飽きるんですよね。<laughs> 飽きるんで逆にそういう同じ作業とかをずっとできる人ってなんか、逆に僕ディスペクトする側のあれなんですよね。雨の日なんか、天気、雨の日なんかの天気が悪い日には休めるしな。ああ、いいですね。実質自営業的な。まあ おぉ、しょおうお,うおうメガネのおじいちゃん、どうした <laughs> 塗りたくられてる。たまに畑の外から手際が悪いって叱ってくる近所のじいさんはいるが、俺が来たばかりで手際が悪いからだろう。<laughs> いや、まあね、それを言われるのも嫌だし、手際が悪いんだったらどうするか教えてほしいんですけど、せめて。<laughs> せめて、こうしろって言ってくれた方がありがたいんだけど、どうか手際が悪いか教えてくれないのはちょっと立ち悪いっすね。 そういうのを気づかん、気づいてくれるのもいい。ああ、すごいですね。やっぱ都会の暮らしが嫌気がさしたっていうことは、やっぱ、もっと罵倒されてたのかな、この人は。外が暗くなるまで働いて、家まで歩く最中に見える星空ってのがまた格別なんだ。ああ、田舎とかって結構星空くっきり見えますよね。こうなんか、田舎って言うとあれですけど、結構そういう僻地、僻地の方が失礼だな。まあ旅行行った時にね、やっぱ星空が綺麗なポイントっつうのがあるんですよね。 田舎なんて夜は真っ暗かと思いきや、星や月夜会で意外と明るいんだぜ。知ってるぜ。一軒家に帰ると、玄関の前にはよく近所のばあさんが分けてくれた野菜が置いてある。はいはいはい。すごいね。玄関の前にはよく近所のばあさ,さんが分けてくれた野菜が。へ、えーつながりが深いですね。これだよこれ近所の助け合い <laughs> なんか、 あれだね。それ当てにしてないこの文面的に見て。<laughs> これだよ、これって、もうなんか目的にしてんじゃん。おー、新鮮そう。適当に余った野菜を持ってきてくれるご近所さん。こういうのは都会には足りない。はいはい、今日入ってる野菜は何かなーと。もう完全に当てにしてんじゃん。<laughs> 近所の助けをもう当てにしてるじゃん。うん、そろそろ欲しいと思ってた野菜ばかりだ。なんかすごい。 色とりどりだね。なんかわかんないですけど、農家とかってなんか割と固まってないのかななんかいろんな野菜っていうか、なんかねえ、そんないろんな野菜くれるああ、どうなんだろう。ちょっとごめんなさい。田舎育ちじゃないもので、まあ、田舎でも育ったことありますけれども。お肉が入っている。これ人肉とかじゃないよね。普通の肉だよね。どういうあれしてんの 量もやってる人がいるから肉も入ってることもあるんだが下ごしらえ済みのものを入れてくれると入れてくれる時きもあるんだで下ごしらえされてる下ごしらえされてるもの逆に怖いじゃんんかうんごめんねこのこのゲームの中だから怖いって思ったけど多分普通だったら別におおすげえってなるね <laughs> 今日も疲れたが田舎は助け合いが基本まあね逆にここでね孤立するとね、まあ、あのもう実質村八分状態になりそうなよう、ね、な気がするからね お礼の手紙を書くのが基本だ。現金のやりとり,り,りがないのがいいな。ああ。いや、でもな、俺な、文字書くな、パソコンで文字タイピングするのはいいんだけど、手書きで文字書くの超絶嫌いなんですよね。 っていうのも字が汚いっていうのと、毎回文章とか漢字をなんかちょくちょく間違えて、また最初から書き直すっていうね、こう様式日にとらわれた。これ最初から最後まで完璧じゃないといけないっていうね、こう無駄な完璧主義者なところあるんで、手紙書くの嫌いなんですよね。嫌いっていうか文字書くのが嫌いなんですよね。現金で全部やり取りするなんてスマートじゃない。キャッシュレスですね。暖かみというのを感じたよな、こういう時代は。まあそのキャッシュレスのスマホはあったかいですよ。 俺の手紙を忘れたりすると、野菜を置いてくれる頻度が下がる <laughs>。すげえ。単純だね、そこの仕組み。それはちょっと窮屈だけど、ちゃんと反応があるってのが分かって逆に嬉しい、うん。なんか、なんかあれっすね。なんだろう。うなんかちょっと引っかかるところがありますよね。この、このこ,こまで来てなん、なんていう、なんすかね。なんか、この主人公の、なんか反応、 というか心情もそうですけどなんか全体的に違和感を感じるところはありますね何なんだろうなんか助け合いを大事にしてるっていうのが、うん、<laughs> 夜はつまみで晩酌で眠くなったら寝るのが俺の田舎生活なんだがえギャグフ <laughs> 何イノシシこれ最近夜中がうるさいんだよな <laughs> 人人を殺してないよねこれ誰か他の人がどうやら裏庭にけ獣が出て騒いでるらしい。ああ、やっぱじゃあイノシシとかそういうのが出てきてるのかあんまりうるさいから裏庭に罠を仕掛けたんだが、罠に引っかかってくれたんだろうか。これ人が引っかかってる可能性ない、これ。<laughs> <laughs> イノシシかと思ったら人が引っかかって、人がもう普通にバーってひび上げてる可能性あるよね、これ。 うまくやれば足を捉えて一発で頭をかち割ってくれる頭だったんだが、まだ生きてるな、これはちょっと待って <laughs>。人死にそう、人死んでそう、これ。怖えー。罠作りに関しては初心者だったとはいえ、一発で仕留められなかったのは残念だ。なん、もう初心者だから別に上々じゃないかな。ねなんか最初からそこまで結果を求めてるのもなんか怖いな、君。 お隣さんとは距離が離れているとはいえ、さすがにうるさい。これではご近所迷惑になってしまう。仕方がない。俺は狩りなんて慣れてないんだが、大きめの石でも持って、後ろから一撃し止めればなんとかなるだろう。大胆だね。<laughs> そんな近づけなくね。あ、まあ、じゃあ、身動き取れないんだったらそれでもいいかもしれないけど、向こうも多少片足だけだったら動ける可能性もあるから、なんかね、怖いよね。それはそれで。うん。 <laughs> いるもういるもう血まみれのやついるじゃんそこになんかちょっとかなんつうの保護色じゃないけど隠れようとしてる感あるけどねそっと裏庭に近づくとそこには確かにイノシシが罠にかかっていて少し暴れていたあやっぱイノシシだったんだだいぶ興奮しているな後ろからそっと近づいて石で頭をギー <laughs> <laughs> 反撃弾末間が少しうるさかったがようやく静かになってくれた さて、この大きなノシシはどうしようかもう閉めてるし、あとは血抜きなんかの処理を庭でやってもいいんだが、今夜、今は夜で見えにくい。ああ。そうだね、肉とかって血抜きしないとダメだったんだよね。なんだよなんでなんだっけ鮮度的なもんだったか忘れた。鮮度じゃねえな、多分まあ、そうなんです。鮮度だったような気がするんだよな。忘れちゃった。 この場で解体して、匂いで他のが獣がやってきても困るし、フローバでイノシシを解体することにした。はいはいはい。庭は他の獣がやってくる可能性を考えて、水で念入りに流しておく。まあそうだ、ね、匂いとかでね、追ってきたりとかする可能性もあるもんね。それに不衛生だし。はいはいはい。予想外の出来事だったが、明日は効果不効果か休みだし、解体したイノシシでボタン鍋でもするか。ああ、<laughs> いいっすね、ボタン鍋。 食べたことないんですけど私は <laughs> せっかくだからこっちからお裾分けに行ってもいいかもしれないああそうだねあっもちろもらってももらってばっかだからねそろそろあげる側にもなってあげようでも俺って獣の解体に慣れてないから下処理が甘いかもしれないなああやっぱそういうのもやっぱ慣れてる人がやんないとね失敗する可能性もあるもんねとりあえず腐っても嫌だし頑張って V 分けぐらいはしようかなああイノシシの V とか分かるんだ 翌日昼からナビをしていると村人たちがやってきた。ああ。<laughs> えなんでどうやら俺が殺したのは裏山の神の使いだったらしい。どういうこと裏山 <laughs> の神の使い。裏山の神の使いなのわ <laughs> からんくね、そんなん。<laughs> 初見殺しすぎひんそれ。え、やばい、どうすんのこれ。 そんな話は聞いていない。そんなものがいるなんて嘘だろう。これやばいよ。これ処刑されるぜ、村人たちに。現代で神だの神の使いだなんておかしいじゃないか。うん、まあでもね、自然界にはそういうのもあるかもしんないけれども、あの犬シシが神の使いかって言われたら分からん。それは。うん、分かんない。 それなのに俺は村人たちから狭い部屋に監禁されてひたすらどう落とし前をつけるんだと怒鳴られる。ヤクザが何かけ <laughs> じめつけろって言われてるこれ。知らなかったんだ。仕方ないだろう。うん。教えてほしいよね、そういうの。な、なんかね、教えてほしいよね。なんか全然コミュニケーション取れてねえじゃん。近所付き合い。どうした何日も何日も似たようなことを言われて体も心も限界だ。あやばいね、これは。何日間監禁されてるんだ、これ。 イノシシの一匹や二匹、いいじゃないか。まあでもそこがね、神の使いだったっていうね。そこが問題なのよ。ほら、もののけ姫、ちょっと忘れたんですけど、なんかあれだって、ほら、あの、ね、殺したら大変なことになったりしたしね。うん。村人たちが俺を集会所へと引きずり出して、俺を囲んで何やらゴニョゴニョ喋ってる。うん。まあでも、あれじゃない よしし食べとけば、自分がもうね、神の使い食べた感じでね、まあ神殺しってなるか、まあ自分が神の使いになるかみたいなね、そういうところになってくれてもいいんじゃないかなと思うんですけど。村長が村のばあさんとかの意見を聞いて、俺は俺の処罰を決めているのかあー、どうなのね、極刑とかやめてほしいんだけど。しばらく何回か話した後、俺の職がとうとう決まったらしい。はい。神への生贄ににするだってさ、馬鹿らしい。<laughs> 神への生贄にされちゃうの使い、使い食べたら生贄わあ、ほえ。手をくくられて俺は村人たちに運ばれる。ああ、運ばれちゃう。どこに運ばれちゃうのあれは神社だろうか。いや俺は生贄なんかなりたくない。早いね。なんかさっきあんま信じてなさそうだったけど、もう、もう生贄になる、なるもう、生贄を拒絶するぐらいに、もう一応理解してるのか、現状。暴れたらなんか薬のようなものを打たれて意識が薄れていく。はい。 どうしてだここは平和の村だったはずだろう。それがどうして気がついたら白い場所にいた。おおっと急に展開が変わったぞ <laughs>。おっとどういうことなんだあれは。どこを見ても白かった。はいはいはい。これもう研究所ですよ、どこかの。やってくるやつも白くて長かった。天国じゃないよね、多分。 神の使いうんぬん。神うんぬん。生贄にされたうんぬん。神の使いたちかそういえば手足が自由に動かないことに気づいた。はい。俺が体を見ると俺は白い蛇になっていた。あー。ホワイトスネーク。しか言うことがなかった今。え白い蛇になっていた ええ、ええ、これ2周目見たらわかんのこれ。え、マジであ、びっしょふ <laughs> え、なんて前の目、他の目、続きの目から、使用。なにこれええー、変わってる。前の目って何あこれがあれか。なるほど。わ、すごいポップな、ポップな UI だね。じゃあ、こっち他の目からやっていこうかな。続きの目からってなんだ 続きの目からああそれはそういうことかしようって何ああなるほどこれエンドロールじゃあ他の目見てみるこれが2周目かじゃあこれで多分分かるのかなじゃあお都会になった急にえこれもしかしてさこれ白い蛇 <laughs> 白い蛇の若者まあいいや俺は20代のごくごく平凡な若者だ 少し普通と違う点といえば都会の暮らしに嫌気をさせて嫌舎かに来ていることぐらいか都会じゃないのここえ、違うの田舎は素晴らしい人と人との距離を使えるのに精神的な力でできいもう喋れなくなってきた <laughs> これ同じなのかな全部ちょっと飛ばしてみてみようかうん俺の仕事はいわゆる農業ってやつなんかだって別にね変わってない変わってないか変わって農業じゃなくねこれ工業じゃないのこれ違うの 畑仕事じゃないじゃん。えどういうことやべえ、理解ができなくなってきたけど、経度毎日やってることはほぼ同じだし、大体流れ作業みたいなものでれてたら平気だ。えなんで肉農業なのこれ。<laughs> え待って、わかんないな。どういうことだこれ。ちょっと進めていこう、ガンガン。はいはい。雨の日なんかの天気が悪い日の休めるしな。えこれ、えこれ知識、予備知識ないときつくない たまに畑の外から敵屋が悪いって叱ってくる近所のじいさんがいるが、俺は来たばかりで敵屋が悪いからだろう。近所のじいさんなのかもわかんないけどね、この服装じゃ。そういうの気づいてくれるのもいい。うん。はぁはぁはぁ。まあ、多分同じ感じで、ラインで進んでいくんだろうか、ね、これは多分。<タッ>なんだろうけどさ、わかんないんだよね、全然。うん。 ここ田舎じゃない気するんだけどな、しかも。都会だと思うんだけどな。一軒に帰ると、玄関の前にはよく近所のばあさんが起きてくれて野菜が置いてある。はいはいはい。これだよ、これ近所の助け合い同じ野菜ですね、それは。こういうのが都会には足りないと。うん。これも同じだね。全部同じだね、ここら辺は。え、何なんだろう。今日も使えたが、田舎は助け合いが基本。え <laughs> ちょっと待って。野菜セットって書いてるけど。 最詰め合わせセットって書いてるけど <laughs> 適当に余ったもんって普通に詰め合わせ送ってきてくれてるじゃん結構親切じゃんそれ俺の手紙書くのは基本だ現金のやり手りがないのがいいななんかそうなんかこっちの画面だとこれすごい違和感あるよねこの俺の手紙書くっていうの現金でやり全部やり取りするなんてスマートじゃないでもここ現金とか送料とか書いてるけどね温かみというのを感じたよなこういう時代はうん 同じだね、ここも。あバンカーも同じだね。え都会で罠って何最近夜中がうるさいんだよな。うん、裏庭に獣。<laughs> あんなとこに獣出てくるかなまあ、あれか、ネズミとか、まあ、たまにタヌキとか猿、パルとかなのかなってことは。えちょっと怖いな。だ誰が出てくるのここ、イノシシじゃないよね、さすがに。神の使いじゃないよね、これ。あった <laughs> 全然違うじゃん。イノシシって何 <laughs> <laughs> イノシシじゃない。もしかしたらイノシシ年の人かもしんないけど、イノシシではないでしょこれ。<laughs> ちょっとなちょっと肌見えちゃってる、ちょっと露出しちゃってるじゃん。え、誰 <laughs> <laughs> これ神の使いなのこの人。<laughs> え、どういうこと <laughs> だいぶ興奮してるな。もうそれはだってね。てか、罠ってなんだよ <laughs> 何を仕掛けたんだよ都会で。 何のトラップ後ろからそっと近づいた頭、石で頭をもう完全に殺してるじゃん。うぎ <laughs>、うぎぃうぎなのはぁ、あ、殺しちゃったよ。普通に確信犯じゃん。うん。面白めてるし、ちょっとあっちで来た。<laughs> いや、に、うん、だ、いや、違うと思うけど。<laughs> 他の獣がやってきても困るし、ということよ。<laughs> うん。 単純になんかね、証拠隠蔽してる感じになってるから、これ次の日あれじゃない村人じゃなくて、これ警察が来んじゃないのこの人、これ。ボタン鍋じゃねえし、これしかも。カニバリズムしてるだけじゃん、ただのニンニク鍋じゃねえか、これ。<laughs> うーん、下処理が甘ま下処理甘かったからバレたんじゃないのン人肉じゃーん、人肉鍋じゃん、村人じゃないよ、これ。裏山の神の付き合いじゃない <laughs>。都会のただの人間でしょ、これ。 ええええ,え,え,え急になんか田舎のところに連れ出されたね。年代で神の、神の使い手もおかしいじゃないか。ああ、ほら、職質受けられてんじゃん、ほら。<laughs> なんかね、文章だけ見るとね、なんか自分が精神異常者みたいな感じになってるね、これ。どうお年前をつっても、どうお年前をつけるんだじゃないもんね、警察だったら。ど,どう、え、人殺してどうお年前をつけるんだなんて言われないよ言われないよね。 え何なんだろうな全然わかんないな、ここまで来ても。どういうことだイノシシの1匹や2匹いいじゃないか。ああ <laughs>。集会所じゃなくて、ただの裁判所なんだよね、これ。刑事裁判なんだよな、ね。うん。なんなら、これ主幹が今、裁判官だからね。えぇ、ー、俺の処遇が決まった。神へのいけにする。 うん、死刑 <laughs> これ死刑っていうことかなえっ、ー、てく食られて俺は村人たちに運ばれる。だけど神社に連れてかれる。えー、全然わかんない、ここまで。これ薬ってことはあれかななんか、あの、安楽死的な薬のやつってことどうしてだここは平穏な村だったはずだろう、うん。お前が平穏じゃないんだよ。お前がジャッジ暴虐なだけだと思うんだけど。 気がついたら白い場所にいた。どこを見ても白かった。やってくるやつも白くて長かった。ああ。え病院ってことじゃ、ここは。うん。神の使いたちかそういえば手足は自由に動かないことに気づいた。俺は体を見ると、白蛇これ。俺は白い蛇になっていた。 わかんねえ。<laughs> え、どういうことだ？白い蛇白い蛇っていう。なんかあれがあんのえー、ちょっと誰か教えてください。お願いします。